谷一郎の副業チャンネル、一郎です。今回の副業チャンネルは2023年量販期間がやってきた。副業先生率では1月22日から新月ですね、新年が始まりました。今年もよろしくお願いいたします。そしてすべての宿に影響を与える過ごし方を気をつけなければならないという量販期間がもうすでに来てるんですね。量販期間に関しては以前お話ししていますので概要欄に貼っておきますので、もっと知りたいなっていう方はそちらをご覧ください。この期間っていうのが社会に大きな影響を与える事柄が起きやすいんですね。最近ではコロナの勢いが増してしまったり、あと昨年は安倍元総理の事件があったりしました。そして今年はですね、7月までの間に5回もやってくるんです。社会的な大きい事件と言いましたけれども、個人的にもどうしても影響っていうものが出てきます。量販期間っていうのは吉運が逆転したり強運が増幅すると言われていますので、個人もふとした弾みでとんでもないことを起こしてしまったり、普段では考えられないようなミスや突発的なトラブルが発生しやすくなるんです。お月様、月というのは人間の感情だったり内面に深く影響を及ぼす。その月の動きがこの役をもたらしているこの期間は、私たちもいつもよりも気持ちが落ち込みやすくなってしまったり、イライラしてしまったり、またその中で対人関係もなかなかこううまくいかない、そういうような出来事も出てくるんですね。で、まあ物事が思い通りに進まない、いつも以上に何か言われると傷ついてしまったり気になってしまったり、すっきりしないっていう、そのようなネガティブなマイナスなエネルギーっていうのが立ち込めやすくなってしまうんですね。この期間の過ごし方なんですけれども、ディフェンスの時期と私は言ってるんですけれども、何事も控えめに丁寧に、まあ、受け身であることで、何か受け身であるんですけども、何か頼まれ事があったり、もちろん日々お仕事だったりね、動くことがありますから、そういう時にはいつも以上に準備を周到に、またトラブルが起きてしまった時には、まあ、後回しにしないで、そこには丁寧に対処することが、物事が大きくならない、トラブルが大きくならないポイントではあります。また気持ちも安定させるように心がけることだったり、この時期はですね、重大な決定は避ける方がいいです。まあ、具体的に避けることとしては、大きな買い物、例えば車、土地、家を買うことだったり、あとイベント、催し物ですね、結婚式、まあ、大きいイベント、行事、旅行、レジャーというものはなるべく避けてた方がいいと言われています。社会的に落ち着かなかったり運気も落ち込むこの期間を乗り切るには、いつも以上に意識的に気持ちをリフレッシュしてあげたり、自分のデトックス、毒出しの期間、充電期間と受け止めて、じっくり自分と向き合ってあげることが大切です。また気持ち、頭の中、自分のお部屋、身の回りを整理整頓してみるのもにも向いていると思います。宿養で人生を豊かに、あなたのそばに宿養を、一郎でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。